義士四十七図、絵画矢沢衛門友信絵画友信元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士。赤浪市四十七氏の一人。通称は矢沢衛門。本生は藤原氏。家門は重ね仙。慶安三年、赤楼藩浅野家家臣、吉田幸津らの次男として誕生。母は絵画佐門女。兄に吉田兼介がいる。子であるため、 漢文もと年頃に、母の弟である、海が新兵衛の養子となる。赤荒藩では中古商、クラブ業、二国十両三人ぶち。妻はいなかったが、かけが一人おり、その間に、かずめを設けている。元禄十四年三月十四日、四君、浅野長典が、江戸城少子王廊下で、平義仲に人情に及び、長典は切腹、赤荒藩は海役となった。 木内論争においては友信は、過労、大石義男派として行動し、正止決判の偽名にも加わる。阿光城千佐、あとは、朝野屋お出入り商人だった、京都高倉通り目宮前衛門邸に身を寄せた。元禄15年7月18日、江戸幕府は閉門中だった、朝野長典の弟、朝野長広の広島朝野宗家への長預けを、決定し、朝野家最高は、 絶望的となった。江戸にいた兄、金助は、京都にいた友信へ必殺でこれを知らせ、これを受けた友信が、山下の大石義雄へ報告した。また7月28日、大石義雄は、京都演山に同志を集めて、平義仲への仇討ちを決定した。偽名には、約120名の元阿蘇藩士が加わっていたが、大石は、同志の真意を探るために欠板上の返却を命じる。 その使者となったのが友信と、大高忠夫であった。血板上の返還に際して、友信らは、浅野家最高が、絶望的となったことを大石は、腰抜けで当てにならないと伝えて、相手の反応を見て、それでも血板上の返還を拒む者に対して、あだうちの真意を伝えたという。江戸期校後は、超人気八郎として、八丁堀港町の片岡高房尺屋に入った。 同年12月14日のキラテー打ち入りでは、表門体に属し、門の警戒に当たった。打ち入り後は、松平忠史家の屋敷へお預けとなる。元禄16年2月4日、松平家家臣、大島半編の解釈で切腹して果てた。去年54、主君、浅野長典と同じ高輪船学寺に葬られた。戒名は、神殿石剣神寺。 ありがとうございます。